って感じしました。一瞬じゃねえって前もやってた。わぁ、めっちゃ煙出てる。ネギしか食ってない。おい、あ、もしもし、チーさん見てこれ。また雪だよ、ほら。ひどいね。うん、パパッと立てちゃうのと。はい。雪積もるわ。お願いします。撤収完了しました。撤収じゃねえって。あ、前も言ってたね。なんで撤収って言っちゃうの。帰りてえのか、そんなに。いや、帰りたくないです。帰りたくないです。いいんだよ、帰りたくない。設営完了、設営完了。今日はね、こんな感じで、うん、久しぶりの夏一回しかやってないからさ、うん、ハイキッチンスタイル。そうね、このやっぱスカイパイロットだってこれができるね。そう、俺はね、これを夏これでやりたいなと。うん、ここにね、ちょっとテーブル出してさ、うん、カウンターみたいな感じでやりたいんだよ、はい、でも、ハイにするときに椅子ない？え、ハイじゃなくていいんだけど、これよりもうちょっと高いテーブルで、うん、え？こちらが先日購入いたしました、ミシガンラダー。いいね、ちょっと飾るものがまだあれだから、うん、あ、そうですか。夏にならないとね、うん、で後ろにこのね、物ね、物置き棚ね。そしてこれ洗い物ができると、うん、手も洗えると。こちらが寝室でございます。ここにヤスのベッドと、これだ。そうそう、ね、まだ早い。あ、なんでよ。うん、こんな感じ。こんな感じで。もうちょっとコットこういう感じで。そうだよ。くっついて出た方がいいんじゃない。え？コットくっつけた方が暖かいんじゃない。いや、いい。なんで？いや、狭いから。やめてそれ。なんでよ。近くに来ないの。なんでよ。ほんとやね、あんまり近くに来ない、うん、またアップしてんだべ。またアップしてんだべ。やめなさい、バックしなさい、バック。いいって、今めっちゃアップしてるからやめなさいって。バックして、バック。はい、ビール飲むかい。はい、飲みます。はい、はい、こんな感じでね、やっと落ち着いたね。でも早い方じゃない。あんま、うん、初、今日は初、うん、スノーピーク、うん、コロシー、うん、キャンプヒーロー、うん、なんか抜けてない。そう、トカチ、スノーピーク、トカチ、コロシリ、キャンプヒーロー。分かんない。長くて覚えられない。分かんないけど、まあ、コロシリキャンプ場です。いや、遠かった。遠かったね、うん、遠かった、確かに。私も時間かかるわ、うん。
はなんかゴロさんみたいになっていいか。になってない。帽子もゴロさんだ。ね、ティーノ。なんかティーノだけなんか頭にサングラスつけてバカンスみたいな。そうだ、そうだ。こんなクソ寒いのに。用意してるんかい。飲むか。乾杯。お、何？飲んじゃった。それじゃあ今日から200キャンプに乾杯。ああ、うまいよ。うん。やっぱビールだ。うん。一週間ぶり。酒を。俺もそう考えたら何時間ぶりだ。ね、毎日飲んでるで。私は先週もう吐いて吐いて吐きまくり、うん、転倒転倒転倒し転倒転倒したの、うん、それ聞いてねえよ。でも酔っ払ってね、うん、バカじゃねえ。酔っ払ってタクシーから降りて酔っ払って、うんうん、転んで、うん、ちょっと空を仰いだ瞬間を、うん、記憶の中では覚えてる、うん、でなんかずっと腰痛いっていう写真、うん、で風呂場でさちょっとお尻見たらさね、さっき横に青タン入ってたの、うん、横にこう遠赤にぶつけたそうなのかな。知らない。すっごい痛かったもん。あ、ほら。そっからねちょっと胃が回復しなくて緊急してた、うん、やっぱスカイパイロットはいいわ。いいね。この広さたまんねえよ。癖になってしまった、うん、こんなに、しかもさ、十勝で雪あると思わんかったわ。本当にない。なんかない場所に来てる時に限って雪多いみたいな。何や。苫小牧で言うし、十勝で言うし。どうなったの、雪は。うん。雪山ないと確認できないよ。うん。大丈夫、200だった。あ、そうね。明日は焚き火でいい。そういう幕だから。そうなの？そうだよ。知らなかった？知らん。みんなやってんの見たことない。あれくらいかもしれない。うん。そうだろうね。絶対足りんのこれ。え？足りんの？こんなことないの？あ、ちょっとやってないでしょ。使っ。外でやった。うん、ある程度着くまで。おい、めっちゃ煙出る。そのまま放置しとけばいいの？ここに。やばいやばい、あ、もう死ぬかもしれない。大丈夫、それは大丈夫、それは大丈夫。目が痛い、死ぬかも。あ、ちょっと私押さえてるよ。大丈夫、うん、ちょっとやべえじゃん。あ、もう火ついてる。めっちゃかっこいいよ、これ。シノキャンプ。それも大丈夫、だいぶ気分死ぬんじゃない、うちら。これ最後の映像になるかもしれない、今日。そうなったらそうなったらまた面白いし。誰がそれを流してくれるかって話になるの。編集、うん、大丈夫、ケータンさんとかきっとやってくれる。きっと面白くやってくれる。いや、さ、最後の映像だよ。ちょっとすごいね。さすがにね、家のベンチレーションだけど。やっぱり外で焼く？外で焼くかい？そうするか、うん、ちょっとおとなしでやればいいんだ。目が蒸すか。中とも言わないから。これ絶対弱いと思う。もうちょっとやっぱ近くの方がいいんじゃない？うん、俺が欲しいのはね、うん、焼け具合じゃなくてね、うん、炭の風味が欲しいだけ。あ、そう。Thank you.
対無理だと思う。そう。ダメっす。はい、中で。はい。何入れてんの？山椒。山椒？うん。うわ、いい匂いする。俺の味は違うかも。何作るとか言ってないからね。あ、そっか。うん、あ、豚丼でございます。帯広といえば豚丼。でも豚丼だけど、うん、ちょっとね、小樽にある、うん、決まり丼食べるんだよね。うん、その決まり丼をちょっとパクった。うん、最初決まり丼って何言ってんだろうって思っちゃって、めちゃくちゃうまいんだよね。豚丼も要は豚肉を炭火で焼いて、うん、タレに絡めてるところにキムチと目玉焼きが乗っかってる。そう。これうまいんだよ。うまい。うまいんだよ。キムチと目玉焼きと肉なんてさ、最強じゃないの？最強のコンビネーション。ね。それを今から。なんだっけ、 お店の名前、六味庵なんだっけ、名前、うん、そんな感じだったはず。美味しいんだよね。ね、うまいんだよね。お腹空いてきたけど、ね、ここに先ほど炭の香りがついたこのお肉を焼いていくでございます。香りついてんの？わあ、すごい、炭の風味が。本当に？うん。はぁ、いい匂いが。ただ肉焼いてるだけだろうが。うん。またとんでもない肉の量だ。いいね。大丈夫。これ、お腹空いてるから。あ、そうか。うん。あれ、投入しますよ。よっ。うん、うまそう。うまそう。あったあったあった。うわ、なんかすごい油飛んでる。うまそう。2件でしょ、だいぶ。あったあったあった。だいぶ事件。大将、しっかり。今日は、やつだから。うん。誰でもないからね。そうだね。おい、一枚だけじゃねえかよ。乗せろよ、ちょっと。バカ野郎。ここにキムチを乗せます。そして、ここに。なんだ、お前、お前な。誰だよ、お前。誰かさんみたいな。おい。はい。目玉焼き。ウェーイ。いや、うまそう。完成。うまそう。いただきます。じゃあビールね。乾杯して。はい。乾杯。うん。美味しい。さあ食べよう。どうですか。この湯気。こっちが見て。うん。こっちが大盛りでございます。すげえ大盛りじゃん。こちらが小盛りでございます。食べよう、ね、じゃあいただきますよ。いや絶対うまいでしょうよ。いただきます。いってらっしゃい。うまいでしょうね、うん、ネギしか食ってないおい、肉いく、肉いく、肉いく、肉だろ。なんでネギしか食ってないってこと、うん、いいねいいね、うん、いい食べてるよ。あのね、豚丼です。いやでしょう、ね、うん、混ぜてくんでしょ、キムチと卵と。キムチと卵と一緒に食うのがうまい。いやうまそう。私も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 、おいいただきます。いやうまそう。肉うん、うまっ。
まい。うまいね。うん。決まり丼だ。うん。うまい。美味。決まり丼って小樽にしかない。もともと焼肉屋さんがあってね、うん、その焼肉屋さんでランチを、そのランチでこの決まり丼って出したんだけど、うん、焼肉屋さんの肉とかが結構分厚い豚バラ肉みたいなやつを炭火で焼いて、うん、こういう感じで出てくる。帯広の方に怒られるんじゃない食っていけよってうまっ、うん、なんかさ、小樽ってソウルフードいっぱいない？ある。あんかけ焼きそばでしょ、うん、決まり丼でしょ、うん、2つしかなかった。いや、まだいっぱいあるよ。あ、寿司。いや、まだあるよ、どんとの焼きそば。あー、うまいよね、うんうん、どこだったっけ、長崎屋っていうねデパートみたいなスーパーがあるんだけど、デパートデパートデパートがあるんだけど、ここに入ってるトントっていう焼きそばがうまいんだよね、うん、安いんだよね、しかもめちゃくちゃ安い。もうほんとに焼きそば食いてるな、うん。そう考えたらさ、札幌のソウルフードって何なの？ないじゃん、聞いたことない。ないの？なんか一通りあるよね、うん、なんか饅頭みたいなのさ、パンジューみたいなやつ。あ、パンジュー、パンジューね、うん、パンジューのさ、西川のパンジューっていう店があってすごい有名です。名物、父さんが焼いてたんだけど、うん、なんか歴史深い町だからさ、小樽って。小樽来るまでそんなに全然興味なかったんですよ。ほんとね、小樽って観光してて面白い街だった。アイスクリーム、うん、小樽の街を観光してる動画とかあげる、うん、いいんじゃないみんなが小樽に行った気になれる動画、うん、ちょっと俺コアな店しか知らないから行かないだろうななんか小樽といえばさ、例えばルタオみたいなさ、うん、ルタオは行かないと。ハッチンって言ってほしいよ。ハッチンってね。あ、じゃあハッチンってのね、お父さん好きなんだね。わかる。ハッチンってっていうラーメン屋、中華屋、うん、ラーメン屋だね。あって、このダールラーメンっていうのは有名なんだよ、うん、たまに行くんだけど、ひふみに似てるよねめちゃくちゃひふみに似てるよ。行ったら、あいってダールねタイの一丁って言うんだけど、一人しかいないんだよ自分で自分で作ってそれがめちゃくちゃ可愛いんだよね。で、ヤスの顔を見るたびにさ、最初初めましてみたいな顔するんだけど、後からあ、いつもありがとうねって言ってくれる。マスクとサングラスしてたら気づいてくれない気づいてくれない。いや、顔を覆われてるからしてさ、うん、でもさ、最近マスクとサングラスしててもさ、ヤス、うん、さんですよねって声かけられる。なんでだろうね、体型。そりゃ、常にそのスタイルでいるからでしょ。あ、まあね、うん、あとやっぱ横に私もいるからじゃない、うん、横にタヌキ連れてるメガネかけた男って俺ぐらいしかいないんだよタヌキじゃん、ね、あ、豚だった。よし、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。もう終わった。うん、もう眠いもん、うん、今日早く寝るよ、うん、寝不足だから、うん、もうだいぶ、うん、だいぶね、もう早寝ようかな。うん、ほんとだ。うん、やばくだよ。そうだよ、明日楽しまなきゃ。うん、明日飯作るのめんどくさいわ。よいよいよ、何作るの。何も決めてないの。うん、作らない。なんか買ってくるな。買ってくる、うん、いいよ、いつも作ってる。今日作ったら2日間もなんかガチで飯作るのめんどくさいよね。確かにね、最近一泊しかしなかったからね。あ、シンさん何？シンさん、シンさんだって今
出稼ぎっていうか、あの、なんだっけ、海外派遣行ってるし、もっと出てってるんだよ。ちょっと電話しようか。しんさんに電話しようか。しんさん、数日前まで、あの、遠方に炊き出しに行ってるって言ったの。だけど、ほら、さっき言ってたけどさ、あの人は、密入国だから不法滞在してから助かったないから海外にも行けないし、あ、確かにそうなんだ。なんかもしかしたらさ、バカンスしてるからさ、ちんさんのバカンス思い出してくれ、ちんさんのバカンス。ちょっと電話してみよう。あ、もしもし、ちんさん。おう、やすか、久しぶり。おう、久しぶりです。あの、明日って空いてます？私、365日いつでも空いてるよ。お、今どこにいるんですか？今、あんたの家にいるよ。あんた、鍵開けっぱなしよ。あ、なるほど。お、あの、明日出演ってしてもらえますか？おお、明日ちょうど空いてるよ。出演っていうか、料理作りに来てもらえます？あんたも好きね。家あるよ。あ、いいです。もちろんだよ。もちろん、ヤスはいないんだろう。俺は、はいはい、俺は一回ちょっとどっか行きます。またいつもの多いとやばいしか言わないやついるのか。あ、多いとやばいは、まあ、います。やっぱりか。いいですか。それじゃあ、明日よろしくお願いします。バイバイ。バイバイ。パリッパイって何？パオパイパイじゃん。明日、来てくれるって。まあそう。ああ、よかった。俺、料理作ろう。明日、ゆっくりしようか。お父さん何？多いとやばいって何？で、明日また、多いとやばいしか言わないやついるの。怖い。楽しみやん、ついさん。いないけど。何？ヤスのこと嫌いだからか。俺もあいつ嫌いだし。嫌いなのになんかすごい仲良さげなんだけど。これの関係だから。あ、そうか。よし、寝るよ。あれ？ティナ、ここにもいる。41歳の枕元じゃねえよ。おじさん寝るの。うん。それじゃあ、うん、おやすみなさい。おやすみなさい。So many times I've heard promises of romance, but there's something about you that makes me believe.寿司屋も。あ、これなんだっけ、金福、福岡の金福のからしふるさと納税でございます。よし、これか。いただきます。あー、なんでやねん、朝から食えないと。見てこれ。うわー、うまそう。あ、火入れすぎた。水はちょうどよかったな。しゃも。うん。しょっぺーな。しゃも。もうちょい。
離れるか前に行きます。肘ぶつかる、左いらない、手がぶつかる、高血圧、ここでもない、プラファクションしっぱいね、ここで見ちゃう、何や、昨日かガス、ガスって何、安じゃなくてガスにしたらダメ、あーうまい、到着しました。これからニューヨークに行ってきます。ニューヨークね。弥生の湯さんです。全然ニューヨークやないやないかい。ニューヨーク。あ、バカ野郎。喋ってねえし。お前やん。入ってくよ、うん。はい。ということでニューヨーク。ニューヨークから帰ってきました。めちゃくちゃいい風呂だったね。うん、やつは初めてじゃなかったみたいで、めちゃくちゃ良かった。湯の方もしました。なんか眠たかったし、まだ、うん、じゃあ今回の動画はここまでです。皆さん次回の動画もお楽しみに、はい、バイバイ、バイバイ。